カイア・サーリアホは、フィンランドの現代音楽の作曲家、ヘルシンキ出身。地元のシベリウス音楽院を卒業後、フライブルクにて、ブライアン・ファーニホーとクラウス・フーバーに支持し、パリのアイルシメートルでも経験を積んだ。1989年に、イタリア賞を獲得、クロノスカルテットのための作品によって、リンカーンセンターからアルス・エレクトロニカ賞を、 また、アンサンブルアンテル・コンタンポランのための作品によってアイルシメートルより受賞されている。2000年にはソプラノと電子楽器のための論によって北欧競技会音楽賞を授与された。2001年にはロルフショック賞音楽部門にて受賞している。あまり言及がされないが、北欧出身でクラーニヒシュタイナー音楽賞の作曲部門を制した女性は彼女が最初である。 音楽芸術史上で、マミヤ・ヨシフが絶賛し、日本の聴衆にもかなり親しまれた存在である。2014年度の竹光徹作曲賞の審査員を務めた。作品は、チェスター社から出版されている。1980年代と1990年代の作品は、9人の奏者とライブエレクトロニクスのための光のコリッシュトボーガンや、 弦楽史重奏とライブエレクトロニクスのための水蓮ナムフェアなどのように音色の強調や伝統楽器と電子楽器の併用によって特徴づけられていた。チスター出版社に移籍してからは次第にクラシック音楽への回帰が顕著となり1990年代後半になると電子楽器を手控え次第に旋律を強調するようになった。そして 旋律に伴奏そしてノイズといった極めてわかりやすい音楽様式の提示へ向かう。オペラの移植が入ったことで彼女の作風はさらに平面なものになった。ただし古典的なクラシック音楽に完全に回帰したわけではなく彼女の作品は共和音程の連続の音響体となっている。ミニマリズムの作曲家ではないが反復進行は極めて多い。 フルートを使った作品が多く、現代音楽のフルーティストは、サワリアホの作品が定番のレパートリーとなっている。ありがとうございます。